どうもクーリンです。本日は勝てば全国大会沖縄につながるグランドスラムカップ予選1回戦の様子をお伝えいたします。今日はいつもとオーダーがガラッと違います。先発ピッチャーは中洲、キャッチャーは緑川。ここまではよくある布陣ですが、今日はセンターに内野の送球イップス気味のイカイダーが入っております。さらにサードは川上、普段は外野かピッチャーをしております。人数の関係でサブポジションをこなすメンバーが多い。普段キャッチャーの武田もファーストを守っています。そんな武田のところにファーストファールフライ、これは取れず。なので今日はミスしてもいいから、とにかく一生懸命やりと野手には伝えております。そんな中、中洲が連続三振。3人目のバッターもセカンドゴロに仕留め、初回を無失点投球。今日も相変わらずいい流れのピッチングをしてくれます。そして今日の1番は武田、最近5試合は打率5割。そんな好調の武田でしたが、ここはショートゴロ、先頭バッター出塁できず。しかし2番沖田がフォアボールで出塁。3番イカイラーはポテンヒットでワンアウトランナー2、3塁のチャンスを作ります。このチャンスでバッターは4番小野寺。そんな小野寺が打ちました。センター返しで2点タイムリーヒット。イカイラー帰ってきました。クーリンズ幸先よく2点が入ります。なお今日は小野寺ゴロが取れないため DH 起用です。続くバッターは5番セカンド西下。西下も特大弾、センターバックするも取れず、これが長打となる。小野寺はチョークホームイン。西下のタイムリーツーベースヒットで3点目が入りました。なおもチャンスで6番ルーキーの福田くん、打率は3割8分。バッティングのいいキャッチャー福田くんも続く。宇宙間真っ二つ。そして一生懸命走る姿はまるでジャムおじさんダッシュ。最近仕事が忙しく、なかなかクーリンズの活動に来れておりませんが、来た試合では必ず活躍する男。福田くんのランニングホームランで5対0としました。そして2回からはクーリンズ早々と守備交代。セカンドの西下がセンターに、そしてセンターのイカイダ、ファーストに近い距離のセカンドを守ります。そして早速変わったところに飛ぶ。西下にセンターフライ、ナイスキャッチでした。高校時代はカモシカと呼ばれた西下。そして中洲は相変わらずキレキレ投球。まっすぐを中心に打たせて取るピッチング、キャッチャーフライ、緑川ナイスキャッチ。そしてこのキャッチング、相変わらず惚れ惚れするキャッチングです。追い込んだ中洲、最後はチェンジアップで空振り三振。中洲隙のない投球。そしてクーニンズ2回り目、1番バッターの武田がフォアボールで出塁。そして2番沖田がデッドボール。得点圏のチャンスを作り、ここでダブルスチール。クーニンズ仕掛けていく。ランナー2、3塁のチャンスとなり、なぜか左の川上はフォアボール。満塁のチャンスを作りました。2回も大チャンス。このチャンスに4番先ほどタイムリーの小野寺。カウントはワンストライクツーボール、絶好のバッティングカウント。甘い球でしたが打ち損じました。ピッチャーフライでツーアウト。さらに満塁で西下。西下も初球から行きましたが、ここも打ち損じました。ピッチャーゴロキュルキュルでクーニンズ追加点ならず。
悔しそうな西下。そして3回からはゴリポンがセカンドに入ります。イカイダはここでお役御免。3回も中洲先頭バッターをピッチャーゴロに仕留める。そして続くバッターワンストライクからの2球目セカンドゴロ、ゴリの見せ場でしたがここは取れず。もともとキャッチャーのゴリですが独立リーグに行ってからセカンド、キャッチャー以外のいろんなポジションをこなしてきたゴリでしたがここは取れず。そして続くバッターはセンターに大きな打球、西下取れず、長打コースとなる。一塁ランナー三塁を回ってホームを狙う。ショート大貫バックホームも送球がそれる。1点を捉えました。そしてバッターランナーは三塁に、川上取れず、中洲の送球それ、外野がボールに点々とする間に打ったバッターも返してしまいました。5対2。しかしながらこういったミスがあるのは想定内。いつもと違うサブポジションを守るメンバーたち、それを想定した中での投球。中洲は表情に出しません。本当にありがとうございます。そんな中洲になんとか援護点をプレゼントしたいクーニンズは4回ヒットとエラーでワンアウト1・3塁のチャンスを作ります。ここで三度チャンスで小野寺、この日は指名打者、バッティングに集中しています。初球ファーストランナー川上が走る、ランナー2・3塁のチャンスと変わりました。そして2球目捉えました、ライト前ヒット。沖田帰ってきて川上も帰ってきました、2点タイムリーヒット。小野寺この日4打点。さらに続く西下はセーフティーバント、足を絡めていきます。しかしながら追い込まれた西下、最後は難しい変化球うまく捉えてライトオーバー、これがエンタイトルツーベースヒットとなりました。ランナー1・3塁のチャンス、迎えるは今日ホームランを打っているルーキーの福田君。またもや打ちました、左中間真っ二つ、これもランニングホームランか。またもや飛び出すジャムおじさんダッシュ、2人帰ってきました。そして打った福田君も三塁を回る、今日2本目のランニングホームランでクーニンズ2桁得点。そしてなんと4回7点差がついたことでコールドゲーム、10対2でコールド勝ちとなりました。クーニンズグランドスラムカップ初戦を突破。快勝となったこのゲームですが、なんと申し訳ないことにコールドゲームとなったことでズッキーのリリーフがなくなってしまった。次回お願いします。今日の動画は以上です。気持ちは負けたくないからかけ出す、あの土の上で輝く。